皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の6日、12時46分、フェイトの、制作者の、皆様、まあ、フェイト系と言いましょうか、フェイトシリーズと言いましょうか、並びに、まあ、音空関係、作られている方たちへの、まあ、全ての関係者へ向けてのメッセージということになるんですけども、まあいろいろと心当たりがあるのと、まあ、僕の方からちょっと余計な一言を言ってしまっていや、その、軽くですよ、まあ、なんかいろんな話聞いてたら、まあ、ちょっとセクシーな部分もないとあかんみたいな話になってるみたいなことで、いつもねルートで送ったその高島屋ルートのアナウンサーのね、ルートで送って、まあ、TBS さんもそれ受け止めて、フェイトの何のシリーズか分かりませんけども、変にね、肌を露出してる部分があって、違う。一応これ自分で自分の身を守るためにも言っておくんですけども、ズボンを履いてるから。これ元々の話はね、その僕は二十歳ぐらいの頃にある程度もう そんなにえげつない作品なんだったらとか、そういう風な話ね、ある程度ちょっとあったんですよ。ちょっとはね、もうどこから話したらいいか、もうスカートの話先にしてしまった、ちょっと肌を露出してるそのスカートじゃあかんから、それ話しズボンを履きなさいって話になるんですけど、これいろんな意味でやっぱりエロシーン入れられたら困るんですよ、僕の立場として。本当にで、それとあと仕事としてね、もともと本来はその制服でね、警察官とか自衛官の人たちって法律で女性はスカートかズボン選べるんですよ。それ結論、僕ら子供の頃から言われてるんですけども、スカート選んだと犯人を追いかける気ないでしょ。この話があるんですけども、自分は実際に働いた経験でね、1999年から2000年にかけて、大阪の、ヒルトンホテル、大阪ヒルトンホテルで勤務していたことがあるんですけども、主に、3階の王朝というレストラン、まあ、たまにバンケットとか、よそちょっと手伝いに行ったりとかもあったんですけども、まあ、バンケットで披露宴、いや、まあ、宴会とか、まあ、そういう、まあ、関係の部署なんですけども、そのランナーっていうポジションがあるんですよ、そのレストランとかで。で、それは主に、レストラン内を各、まあ、ブロックに分けてと言いましょうか、まあ各エリアに分けてと言いましょうか、まあA、B、C、D とかで、そこに担当者の人間がついて、で、まあ、料理をお出しすると。で、ランナーはそこへ料理を運んだり、食べ終わった後のテーブルを片付けたりだとか、まあ、そういうことをするんですけども、とにかく早歩きでずっと動き続けなければならないっていうポジションなんですよ。もう、もう本当に、売り上げは関西ナンバーワンのレストランだったんで、本当に忙しいところで、何がどうって、キッチンのところのスペースがあんまり広くないんですよ。それで関西ナンバーワンの売り上げを出してましたので、とにかく上がってくる料理を早く運ばなかったら、もうキッチンの方がね、溢れかえるんですよ。でね、これもう、実際で勤務して、もう結果出てるんですけども、男性3人でね、とにかくテキパキ動ける人間で、ね、ある程度、僕らが慣れてきた頃、3人で回したら、ちゃんと回るんですよ。で、4人目で、ね、スカート入ってる女性が紛れ込まれた。足が、僕らの方が早いでしょ。前詰まるでしょ。3人の時と4人の時変わらへん。本当に
ごめんなさいね。で、関わってきたのはそれだけかっていうことじゃなくて、もともとある程度の話があったんですよ。例えば、一作目のフェイトの頃から出てきてたと思うんですけども、ギルガメッシュでしたっけ、名前。鎧、全身鎧を着ていったと思うんですよね。で、途中で、着ていた方かもしれませんけども、いろんな空間から、剣をね、無数に、まあ、投擲ではないですね、どう言ったらいいんでしょうね、射撃と言った方が、まあ、まとえてるかもしれない。これもともと何の話があったかっていうと、もう最初から気抜いた、これを用意してたんですけど、まあ、分厚さはこれぐらい。硬い。痛い。で、これが昔のね、矢の話。あれでね、本当戦なんかまずしてないし、そもそも戦自体ほぼしてなかったはずなんです。っていうのは、学校の教科書いろいろあるんですけども、ちゃんとした真面目な教科書はね、源平の戦って、源氏も平氏も、もともと天皇家の家系の人たちなんですよ。で、壇ノ浦の合戦みたいな話になってるんですけども、あれおかしいって、先に瀬戸内海で船の上に、ね、弓で矢を射る的をね、扇みたいなものを、まあ、そこは日本のマークだったから、そこまでは、多分その頃日の丸はないだろうな話。それ描いた人。絶対意図的に書いてるでしょ。話になるんですけども。まあ、多分当時から戦争があったことかわからないんですけども、多分あったんじゃないかなと思ってるんですけども、僕的には、まあ、戦争か何か広げて、まあ、それを撃ってね、矢を撃って、的を得るっていう、その話、ちゃんと当てれるかどうかで、で、それで当てて、おーって、だから当時のイベントってあんまりないから。そういう話だったはずなのに、いつか合戦の話になってるでしょ。あんな距離、自分で歩いて分かりますから、僕もホームページ、青江圭介の履歴の、YouTube 一覧表で、河川水門開式ダム発電、地下水流トンネル発電っていう欄が上の方にあると思うんですけども、もしくは46番、46番の方からもそこにアクセスできるようにしています。撮影しに行って、だいたい30キロほど歩いています。で、もう夜までついでに撮影してるときなんか40キロぐらい歩いてるんですけど。無理無理。自分で歩いてみたらわかりますから。まず、その当時、地図がしっかりしていたかどうかが重要だったんです。嘘の道でいい加減な地図渡されただけ。わかるでしょ。あんな山の中で迷子になったら、どうしようもないですから、本当に。方角わからへん、わからへん、わからへん、どうしよう、どうしよう。後戻りの道わからへん、わからへん。なるから、本当に。もうクタクタになって頭も回らんようになってきますから。で、わかります?で、そもそも、こんなまな板を、君の矢で、貫通できるかって言ったら、無理でしょ。戦していたにせよ、ある程度、小競り合いとかで、喧嘩とか始まって。いや、撃ってこられても、これでガードができるっていう話と、それと、僕元野球部だったんですけども、まあ、プロ野球界と、深いつながりがあることを、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけども、バッターボックスでね、まあ、大抵の選手が150キロのボールでも、避けてるでしょ。オリンピックで、今のね、最新式のすごく反動力のある、もう完全に木じゃなくなってしまってる、ああいう弓矢でもね、まあちょっと離れた的、正直、ちょっとだけ放物線描いてるじゃないですか。まあこう、こう、ね、最後こう、お辞儀してるじゃないですか、ある程度。まあまあ、こういってこうぐらいの形じゃないですか。だから風吹いただけで至難の技になってくるんですけども、正直ね、初速と終速、そう、野球で例えると、最初投げ始めた時の初速と、まあ、ボールがミットに収まる時の終速。それだいぶ違うんですよ、本当は。で、その、経験者から言わせてもらうと、あんなより、時速150キロ出ないから、正直あれ避けれるやろって話になるんですよ。あんなもん実践で絶対役立たないって、これだけ避けれるって。多分これ、プロボクサーの人もこれで避けれると思うんですよ。
プロボクサーじゃなかったとしても、人間の反射的なところでね、こう、みんな、こう、小学校の頃とか、ね、喧嘩とかあったと思うんですよ。もしくは幼稚園、保育園の頃まで遡ったら、反射的にこう、避けようとするでしょ。遅いんですよ、やって。無理無理無理。当たれ当たれ。その前に、そもそも威力があるかどうかのところで、これに、そもそも、刺さると思います、そもそものところ。気に弾かれるでしょ、多分。初速と終速、最後の方、時速、もう60キロぐらいかもしれない、ちょっと距離離れた。だからこれ多分ね、避けて、掴める人は掴めてたと思うんですよ、本当に。こう、ジャブ打つような感じで。で、こんな感じで、ね、本当に。だからそれ考えたら。無数のところに矢とか打ち込んでも多分言われるか、僕の方から言ってしまって、どうせ喧嘩に来たいつで言うからっていう、最初からもうけけけ、それだったらさすがに当たったらダメージがあって、もうそう、本当にそんなことされたら絶対銃刀法違反になるんですけども、持ってた時点で投げる前からまあまあ、アニメの世界だから、いろんな方向から、いろんなすごいキャラクター出さんかったら、みんな食いついてこない。ストーリーとかも。で、その、だから、まあ、強敵だからね、最初からいろいろ。みんな、ちょっと現実的なこと、ちょっと頭なんかよぎるでしょ。だから攻撃方法としてね。それ、剣で行ったとしても、あんな頑丈な鎧つけられてた。手がガーンってなって、しびれる、いったーってなるでしょう、どうか。で、まあね、まあそれでまあ強敵のキャラクター一丁上がりみたいな。こんなこと、こんなこね、まあこれをね、糧にしてもらって、すごい映像を作ってもらってって最初の頃から確か言ってたと思うんですよ。で、それみんなが感動する話って、ちょっと悲しい話というか、だいぶ本当にあったらそれ怖いな、悲しいなっていう話、みんながもしかしたら引いちゃうぐらいの話作らなあかんけども、いいって、まあそれが良い話につながるのであればみたいな。フェイトの、一番最初の作品は画質としてもあんまり、まあ、そんなにすごくなかったと思うんですよ。で、その、フェイトグランドオーバーでしたっけ、違う、ちょっと待って、フェイトゼロ。ちょっと僕もその辺のところ、ちょっと名称は、もう最近まで、もう日本シリーズがワールドベースボールクラシックとか、エンゼルスとか、途中からもう、ワールドシリーズ優勝したことのない、もうレンジャーズの勝利貢献しようとして頑張ってましたから、もう。頭なんかもう一日中もしょっちゅう貸しっぱなしみたいな状態でしたから、もうフラフラなんていうか睡眠不足で、ちょっともうちゃんと文字化してメモしなかったらもう分かんない。で、2作目から映画すごくなってるじゃないですか、切れないで、ね、その後、まあその、この作品も君と関わってるみたいなんだけど、覚えあるみたいなことを、まあ、テレビを通してのね、音声で、多分まあ法律業界の人が受け答え、多分その人神戸市というか兵庫県、まあ兵庫県かな、神戸市かなの弁護士事務所の弁護士さんだと思うんですよ。あとでその弁護士さんの話した時、声で気づいたの。あ、この人か、後から帰ってから、あの人やわってあの時言ってたのって。まあまあ、それでね、まあ、いろんな話あるんですけども、ちょっとね、まあまあ、いろいろ心当たりありすぎて、それ、一部戦争の話と結びついたら、ちょっと僕も世間にどう進めたらいいのか分からなくなるから、ちょっとその辺のところを、ちょっとね、そらしじゃないですけども、面白い方の話、ちょっと入れときますね、ベルセルクとバーサーカーの話があって、その強戦士って、ベルセルクだった、バーサーカーだった、どっちだと思うって。
って正直あの業界面白い話ちょいちょい意図的に入れてきてるよって、それしなかったらバランス調整がつかない話もあるみたいっていうことで、本当にあの言われるらしいっていうことで、あの誰に言われてるのかわからないんですけども、そのあのまあ強戦士ということで、その何でしたっけ、あの呼び出すその人間の、人間って言ったらいいんですかね、あのもう人間を超越してたその幼女みたいな容姿をしてるけども、もともとは、それなりの年齢の人で、まあちょっとこれ我々が言ったらダメなんでしょうけども、あんなめちゃくちゃなシーン本当にあの不死か何かで無理やり殺してもらってみたいな形で、もうなんと最初見た時も僕もえーってなって、本当にもうあんまりもちょっとあのむちゃくちゃな話でむごい話でドン引きしたんですけども、ちょっとそれ面白い話とかこれみんな逃げていくかもしれないということで、バーさんがいやおかしい、年齢的にもう初老を迎えてるぐらいの年齢になってます、不死ありえない、神がかり的な力使ってみんなに顔作ってもらったりした、たくさん寝かせてもらったらごまかして幼女になった、強制死が来るじゃあ狂ってる人は強制死だったバーサーかあかん、そのキャラクター多分死ぬわまたって、自分から死ぬのを求めてきた方なんやろ、不老不死になってって、そういう話実は昔からあるっちゃある。でまあまあ違う漫画でね、さっきフェイトの方が先だったのかどうかわからないですけども、もしかしたら同時に出してきて気づく人は気づくの方向で物事話進めたのか、一応名当者なんですよ、西尾維新っていう人が書いていた化け物語、そこも何かヴァンパイアが不死だからっていう、不老不死よくわからない全然違うことはね、つい頭なんか余裕んですが、神がかり的な違うやつあなたがそんな不老不死だって助けてるわけです顔作ってなちょごめんなさいね、全然ストーリーと違うこと唐突に言い始めて、いやそれね、羽鳥慎一モーニングショーじゃない、その前の日テレのズームインスーパー土曜日、もう起こされたくないから、もうそこはもういいからっていうことで、ズームインっていう番組でね、西尾ゆかりっていうものが出たんですけど、まあ、そのものをね、僕に会いに来て結婚話した方なんですけども、もしかしたら子供の頃電話かけてきた方かもしれない。あと、もう、どの昔に報道ステーションからいなくなりましたけども、古舘一郎さんとね、河野明子の頃とかね、プロ野球選手の、井端、元選手、現在監督、日本代表、の、嫁さんが、まあ、河合明子元アナウンサーでいいと思うんですよ。その元なのか何なのか実際わからないから、どこかでそのラジオ局のブースの中に実はいたとかアナウンサーとしてあるっちゃ ありえる。だから僕もそれは探しきれないから、本当に。そんなこと一人一人調査し始めた。もう僕も時間いくらあっても足らなくなるんで、特に調査してないんですけども、いや、お金がなくなったら働くでしょうっていう話もあるのと、その、アナウンサーっていう肩書きがあれば、一応、一応ホテルとかの披露宴とかで司会者としての仕事があったりだとか、それはあるっちゃあるんですよ。もともとホテルマンとして働いていたんで、元アナウンサーでとか、そういう人たちが司会者に来たりとか、それは結構あるんですよ。元アナウンサーとか現役のアナウンサーの人もいましたし、
まあまあ、フェイトという作品もそれなりに、まあ、関わってます。どこからどこまで説明今できるかなのところで、作品見なかったらね、なかなか思い出せないんですよ。ごめんなさいね、そんなくだらない話だけ思い出す。いやもう、ベルセルクっていう漫画きついっていうことで、ベルセルクについて一言ってたら、そこ、ちょっと面白い話本当はあって、ただそこから先がもうみんなの怒り買ってしまうような話になるかもしれませんけども、ごめんなさいね、耳かゆくなったら書いてしまうんで、こんな時に、もう耳こうよ、なね、仕事中みんなの前でみたいな形で、いやもう帰る時しょうがないから、アクセスできるようにしておきますけども、ベヘリットってベルセルクの方ね、意味探したら、シリアかどこかの言葉で、サタンか何かそういう風な意味なんですよね。サタン丸飲みにして、顔ついた玉。いや、あれも、変なことしてるからどうしてもおかしい話に結びつけられるのか、まあ話がえげつないからなのか何なのか、まあまあ僕との関わり合いもそれなりにあったんでね、登場人物でテレビには出てない人だと思うんですけども、ナルトルネッサンスリゾートホテルの、4シーズンだったかな、ちょっとね、別の高級ホテルのレストランがシーズンだったか、4シーズンだったか、もう、どちらがどちらがもう、ごちゃごちゃになってるんですよ。ごめんなさいね。で、そこのレストランで働いていて、キャプテンランクの女性の人の顔に一時的になってたんですよ、キャスカが。キャスカの顔よく見てもらったら分かると思うんですけども、何種類かのパターンあるから。じゃあ、だから多分作者の人はね、もともとの人間の顔がなかったら描けないと思うんですよ。で、ちょっとあの人の本当の話聞いてしまったとか、そういう話になった時にね、ちょっとその作品えげつなすぎるっていう話になってきてしまうから、多分フェイスチェンジがあったと思うんですけど、まあね、まあフェイトの話からちょっとだいぶ道それて申し訳ないんですけども、まあ、確かにね、フェイトという作品は知名度が通っていて、やっぱり画質と、あと、戦闘シーンのアニメーションだとか、工夫がいっぱいあって、まあ、優れた作品であるっていうことはまず間違いないと思うんですよ。あ、すごい作品が出てきたなって私は思いましたが、その2作目からのところからですよ。正直1作目は、やっぱり画質云々のところで、まあ普通のアニメかなっていうところだったんですけども、あとまあ曲も聞いた限り、まあ力入れてる曲で、その多分ね、フェイトゼロ、素敵な6月か何かの曲名、だったと思うんですけども、まあそこであなたはモラルについて吠えているか何かの歌詞のワードで、なんか僕に当てはまりそうだなって、その髪の毛染めたらダメだとかそういうところね、だから露出は控えめにしてもらわな困るっていう話とかで、本当にちょうどね、今一応まあ天気予報もともと雨だったんですけどね、それにそういうような形で、まあ、雨降ってると。まあね、もう、何から本当お話しましょう。まあ、とにかく、スタッフの皆さん、これからも、フェイトシリーズ、気合いの入ってる作品、フェイトグランドオーバーでしたっけ？グランドがオーバーして、わかるんですか？
キャラクターが、作品が継続されていって、新しいキャラクターがどん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 参加してきたら、最終的にキャラクターが溢れ返って、手に負えなくなるの。ワンピースとかはその辺うまくしてるのが、ある程度の登場人物に、ある程度話を、進行中に、まとめておいて、大戦団の話が加わってきて、もしカイドウと戦っていたら、話、ストーリー構成とか、これ誰がどういうふうにセリフを決めるんだろうって、こんなにたくさん出てきて、なりますから、だからもう、グランドオーバーで、グランドオーバーが、ちょっと、絵の画質が落ちて、まあ、キャラクターがたくさん登場してみたいな形になってたと思うんですけども、ある程度やっぱりその後のまた綺麗な画質に復活しましたけどもやっぱりああいうような作品じゃないと軸にはなれないと思いますんで、まあ各テレビ局の、看板アニメといいましょうか、あ、まあ AI に作ってもらっていて、戦闘シーンの動きとかAI が動いてるんですかね、今はどうなんでしょうね、ちょっとまあその辺のところも知りたいといえば知りたいんですけども、まあこれからも、皆さん、頑張って、良いアニメ制作していただけたらなと思います。もともとはパソコンのゲームか何かっていうことで聞いています。で、いや、もう、よくわかんないですよ。それ調べてみないと。後からパソコンのゲームが出てきたのか何なのか。どちらが最初でっていうところが。で、まあ、良い曲もしっかりつけてもらってるみたいですし、まあ、その方向性で、まあ、ストーリー構成。まあ、ああいうふうな作品ですからね。まあ、ある程度、ああいうふうに、きつい話と言いましょうか、悲しい話と言いましょうか、僕もね、何が良くて何が悪いのかなってなってしまうので、いやいや、そう、ふざけてるんじゃなくてね、感動する話、そのお客さんが本当に悲しくなる話って、悲しいストーリー構成作らなかったら、それはそれ無理でしょ。そこで、まあまあ、声優さんとかがね、僕の声とかが聞こえてきたとして、もう僕もあれこれ考えるんでね、これでいいのかな、どうかな、で、まあ、そこはあんまりも疑問持たないんで、絵作って、もうセリフのまで作ってしまった段階だから、まあ後戻りほぼほぼできないから、まあそこは何か聞こえてきても、ストーリーに沿ってしっかりと、話し通す、まあ別に返答したい時は返答してくれたらいいと思うんですけどね、まあそういうふうに返答されてる作品はいっぱいあるんで、まあ他とある魔術の禁断じゃあ、インデックス、まあ、ちょっと名称しっかり分かりませんけども、あと、レールガンとか、あの辺のところはね、まあ、これはもう別で、また録画しておきます。延々と話し続きそうなんで、あ、まあ、地名とかなんですよ、見栄ってね。で、まあ、フェイトの動作がもう、神戸電鉄のこの辺り、五社駅があって、少し南下したところに岡場、駅があって、その少し南下したところに、あ、違う、そう、五社駅があって、で、そこから南下したところに有馬口があるんですけども、その有馬口と五社の間のところの、道に、東坂っていう お酒さんがあったんですよ。東坂というキャラクターも多分そうだろうなっていうところと、とある禁断の魔術の方は、まあ、アヤシリーズっていうことから、物事、僕は二十歳ぐらいの頃からアヤシリーズの話が出てきてるから、とりあえずいろんな名称で、アヤって読める人多いから、多分いっぱい出てくると思うわっていう話で、まあ、高島アヤ始まりでね、まあ、まあ、バイオリンで言うと、石川アヤ子だとか、
まあまあアナウンサーで言ったら加藤綾子だとか、まあ他にも綾っていう名前がつく人たちは、まあ探せばかなり出てきますね。どうせ綾子、もうだからもう、まあそれでああいうような形になって、揃えたフェイクニュースマジでなんか、なんとかなるんちゃうか。まあその三坂っていう名前自体が、僕はね秀和株式会社っていう仕事を、同様巡回販売の仕事をしていた時に、神戸市の隣に北西のところに、三木市っていう市があるんですね。でそこに、緑ヶ丘っていうところがあるんですよ。でそこの緑ヶ丘西と、青山町っていうところを巡回してたんですけども、道路をね、あの基本的に、中央に道路が走っていて、緑ヶ丘西と東があって、まあ青山町がその延長線上にあると、まあ道路を、またいで緑川が西と東に分けて、あと青山町もある程度分けて、まあ、巡回してたんですけども、そこへね、あの曲がっていく時の近くの交差点が三坂交差点っていう看板が出てたんですよ。まあその辺のところでね、いやそれがね2000年ぐらいの話なんですよ。じゃあ違う、ああそうか、2000年ですね。2000年から2001年ぐらいの話ですね。三坂という交差点と出会ったのは。しじみ川をね、あの撮影してる時に出てきます、三坂っていう交差点。加古川編の2ですね。河川水門化、栄式ダム発電、地下水流トンネル発電、YouTube 一覧用の。そこの加古川編のところに、まあ、三坂という看板が出てくると思います。まあ、それもまた作品見たらいろいろと思い出して、いろんなことを、まあ、どんな話で、ごめんなさいね、結局長くなってしまいました。もう32分になったんで、もうこの辺でやめときます。あの、ミサタイガスの掛布さんの。31番の話にこだわってるわけじゃないですけども、背番号ね、松井秀喜さんもホームラン、メジャーリーグで打った本数31本。本当は関西支えてたの。もうこの話なかったらね、もう阪神・淡路大震災があったから、せめてそれくらいの話はっていうことで。まあまあ、まあ皆さん、ホームページ、淡井圭介の履歴、特に36番とかね、見ていただいて、エネルギーの残存量問題とかありますんでね、本当のところは、まあ、37番とか、48番とか、まあ、48番はスタジアムの建設費用とかなんですけども、それがオリンピックの、招待であって、で、エネルギーの残存量問題に関して、その辺のスポーツ界の改革っていうのは必要であって、まあ、いろんなことがあるんですよね、この世の中。で、まあ、そのあたりのことをしっかりと覚えていただきたいなと。で、世界の五大問題を軸にすると。エネルギーの残存量問題、金属の残存量問題、農業問題、まあ、農林水産業ですね。で、新しく建てすぎている建物と建物の老朽化問題、と、あと、6つ目がなぜ地震が発生するのか、これは97番にあります。その辺のところをしっかりと、皆さん見ていただいて、自社の社員の人たちに、教育をすると、車なんか買うべきじゃないよっていうことで、まあいろんな伝え方はあると思いますよ。車を買ってしまうと他に、食べ物だとか遊びとかで、まあゲームでもいいじゃないですか、アニメを見るでも、使えてたお金が使えなくなるよと。まあ、任意保険入らなきゃならないし、駐車場借りるんだったら月々のお金がいるし、自賠責保険もいるし、3000キロから5000キロ走ったら、オイル交換が必要だし、まあ、通勤とか、まあ、片道30分ぐらいの通勤車走らせていったら、往復で、まあ、20キロぐらい走ってると思うんですよ。で、やっぱり、何年か経過したらタイヤ交換もしなきゃならないでしょう。だからお金かかることいっぱいなんですよね。あと車検もあるし。
まあ、その辺のところでね、エネルギーの残存量問題とか皆さんしっかりと覚えていただいてね、なかなか車買わない人にしていただきたいなと思います。あとは工夫次第でね、電車バス等で、通勤はどうとでもなるので、ただ場所によってはね、僕みたいに白馬株式会社のあの北神戸店、あんな山の一番上の方に店があったらもう絶対車通勤じゃないと無理だから、あんなとこバスないからあれもともと理由はあるんですよ。そのもし火事になったらどうなるんっていう、その怖さね、そのこれになる、逮捕になるっていう、その怖さから、なあ、山のてっぺんにとりあえず作っといたらええんちゃうかと、そういう話で、その、秋葉株式会社北神戸店は出来上がってるんですよ。そこまで行くと怖がりすぎやで、一応ガソリンスタンドで、火事なったりしてるのは、基本的に地下タンクに、ガソリンとかを入れてるから、給油する給油ノズルとかをさしてる、ああいう四角いのがあるじゃないですか。ああいうところに車とかぶつかってね、ガソリンとか漏れ始めて、それに引火したりとかして火事になったりしてるんですよ。地下タンクが爆発することはまずないですから、その辺気をつけておいてはね、まずありません。ガソリンスタンドの火事も。まあ、話だいぶそれましたけど。皆さんチャンネル登録と、着信通知の設定、よろしくお願いいたします。まあ、それによってね、スポーツの勝ち負けとかどういうふうに、行われているかとか、世界に向けて、まあ、原油価格とか為替相場とかそういったところもだいぶ僕の方から物申し上げて、その方向性で動いています。でこれは、隠し事なんかにしてたら隠蔽になってしまいますので、誤解を与えることになってしまいますので、しっかりと自分から言っておきます。で、まあ、物事は何でもいろんな人たちが動きますんでね、必ずしも絶対そうなるということではないんで、まあ、いろんな話があるんですよ。公正取引委員会とか、あの辺りも、公正取引委員会の人たちも刑法を使えるんでね、労働基準局の監督官みたいに。で、海外のその、まあ、方向性とかいろんなところ、エネルギーの残存量問題でみんなそのエネルギー緊縮っていうものをするかどうかで経済の流れもガラリと変わるんでね、だからその辺のところも世の中そういうものなんだっていうことを認識していただいてね、まあ、今のところ円安続行ですね、国力っていうものを示すものであって、今の日本の実力、河川水門開式生前地下水流トンネル発電、かまど発電、マグマ発電、これらがしっかりと政府発表で、行うということであればね、河川水門開式玉発電とか地下水流トンネル発電は琵琶湖とか河川を使用するものであって、それは河川法によって各都道府県知事だとか、まあ琵琶湖の水になってくると、もう総理の承認みたいな形になってくると思います。いろんな河川自体が本当は繋がってるから、滋賀県、京都府、大阪府みたいな形で。だから、まあ、その辺のところで、政府発表があったら、貿易輸出入はこれでガラリと変わってくるかなっていうところで、株価が上がったらまだ話わかるんですけども、ただ単に円安で海外の投資家の人たち、エネルギーの残存量問題とかに疎い人たちが、まあ、円安だからっていうことで株が上がってるだけでね、その辺、話の方向性変わる。ガラリと変わりますんでね、僕の判断では、今のところ2万8000日経平均、まあ、それぐらいが妥当であると。で、政府発表があって限界値3万ですね。そのもんですよ。だって人口2003年に個人情報法とかが出来上がってから人口こういう風に逆三角形になってますから、生まれてくる人たちが少なくなってるんだから、絶対小規模はみんな縮小していきますから、もう絶対無理なんですよ、どう考えても。だからその辺のところで政府は給付金とかで対応してるのであって、円安に対する、まあ、ちょっとした物価の値上がりだとか、まあ、いろんなことに関する部分で、まあ、給付金というような形っていうことになっています。まあ、そういうところもね、為替相場とか原油価格とか、それはね、20番台ぐらいのところにいろいろ書いています。あと、まあ、一時停止いちいち押しながらね、番号、メモしてもらったらいいかと思うんですけども、
20.1 番とか、もともと商社があって、そこから銀行とか証券会社が出来上がってるんですよっていう話で、1920年にアメリカの議会で銀行と証券会社に嘘があるっていうことで、偽証罪だっていうことになってるんですよ。なあ、まあ、スティーガル法、日本でいう、銀行法だとか、そのスティーガル法が撤廃されて、あと、オバマ大統領の頃にボルカールールができたりとか、リーマンショックのことだとか、いろいろ詳細に述べてるんですけど、その 20.1 番にね、まあそんなに大した文字の量じゃないんで、まあできるだけ皆さん、覚えていただけたらなと思います。それで社会の実態っていうものがわかるんで、結局、はっきり言いますよ。わかりやすく。売り上げあるかどうかなんですよ。本当に会社がどれだけ借金抱えているかどうか。もう簡単、本当は。どう、もう難しい言葉いろいろ使って、ややこしくしてるだけ、物事を、本当に。わかりやすく言うともうそういうことなんです。ないものはないなんですよ、本当に。だから法律で言うと、ボーナス、賞与っていうものは絶対出さなきゃならないものじゃないんですよ。だから、売り上げがないところは一部しょうがないんですけども、正しい社員の人たちが本当に頑張ってテキパキテキパキ仕事して、なかなか仕事中に、無駄話もしないで頑張って仕事してるのに、それなのに、ボーナスが出ない。それはおかしいっていう話になるんですね。裁判所でも。だからその辺のところは、僕のケースで当てはめて考えるとですよ。ギネス記録まで作ったのに、ボーナスないんですかって。一飲食店舗としてバーベキューコーナー、フルーツフラワーパークの、1997年か8年の5月、月間売上1億超え。一つのレストランとして見てですよ。そんなむちゃくちゃな売上出すとこありませんから、本当に。いや、席数は根本的に違うんですよ。もう2000席とか最初からあるから、ゴールデンウィークとかたくさんお客さんが来た時とか、団体のお客さんを誘致していて、その当時阪神・淡路大震災があったから政府通して、被災地とか見学一回しといた方がいいっていうことで、実際大地震というものがどういうものなのかっていうところで、だから団体のお客様で、何百人っていう一つの団体でね、何百人っていうお客様が、一日何件もあると。まあだから一日それで、1000人、超えると。軽く。で、ゴールデンウィークなんか一日で、もう多分5000人以上、多分食べて帰られてると思います。もう朝の10時半から、もう団体のお客さん片っ端から座っていってもらって順番に。あとはもう、とにかく回転させていくと。で、ランチがディナーまで繋がっていくという。怖いでしょ、飲食店経験したことある人だったら、いつ休憩行くのって、そこ最初から数揃えとかないとダメだから、それはちゃんと計画を入念に練って、ちゃんとみんな休憩行けるようにしてましたから、そこは。ナルトのレッサンスリゾートホテルのゴールデンウィークなんて、僕レストランでね、朝食6時からの出勤かな。で、ランチがあるでしょ。で、ランチがただでさえゴールデンウィークで、遅くなるのに、間に披露宴の休園に行ってくれ言われて、朝6時に出勤してきて夜まで食事一切なし、休憩なしですよ。そういうところ本当にあるから。もう無理。もう20時超えたぐらいからもう気分も悪くなって、戻しそうになって、お腹空いてるのに吐き気っていう。ごめんなさいね、こんな話ばかりで。本当に、皆さん、体調管理、気をつけてね、ちゃんと売り上げあるはずなんでね、制作者の皆さん、ちゃんと休憩時間はちゃんと休憩して、食事をしっかりと食べましょう。以上です。皆さん、チャンネル登録と、あと、この話、淡井さんの動画、ちゃんと見た方がいいっていうことで、しっかりといろんな人たちに、広めてください。よろしくお願いいたします。それで、ライブで生中継した方がいいと思うんです。で、みんなで質疑応答してもらって、いろいろ聞きたいこととかあると思いますんでね、再生回数、過去365日を遡って、3000時間か4000時間を突破して、チャンネル登録者数が500人か1000人、超えたら多分生ライブとかできるようになると思いますんでね、パートナーズシップ云々とかがついたら、今90日間の停止が、9月下旬ぐらいから、行われて、まあ、90日間のペナルティみたいな形でね、パートナーシップ
ップがつかないような、まあ、今動画の再生時間がないからどちらにしてもつかないんですけどね、今最近まあ500時間を突破して今まあ伸びていってるところですね。チャンネル登録者数も今400人は超えてたと思いますね。だからまあ皆さん協力していただいて、まあ、ウィンウィンの関係築いていけたらなと思います。みんなの話がつながったらね、そしたら世界的にもっていうところで全部の作品がね、連鎖的に見てもらえるようになったりとかしますんでね、曲とかも。やっぱり販売力変わってきますんで、全然。スポーツ業界とかも話つながるんでね、大きいところ。サッカー界、野球界、そことはつながっていったらね、まあ、いろいろと。まあそういう部分ありますんで、ちゃんとそれエネルギーの残存量問題前提で、ね、ちゃんと組まれてるんで、まあ、その辺のところはね、みんな進めていくしかないの方向でしか舵切れないような形になってるんでね、まあ特にまあ見る見ないは強制的なものではないんですけども、まあ作品のね、そこは我々としては、ジャパンクオリティということで、クオリティを追求して、アニメ、まあ漫画アニメ、映画、音楽、まあゲーム、まあこういったところ、やっぱり、クオリティ絶対それなんですよ。もうそれなかったらお客さんも相手してくれないでしょ。買ってくれるわけないし、だからもう絶対クオリティなんです。で、まあ皆さん、ご協力していただけたらなと思います。皆さん再三言いますけども、もう3回目、チャンネル登録と着信通知を設定よろしくお願いいたします。皆さんに、身の回りの人に話広げてください。よろしくお願いいたします。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。